い、どうも、アイメロンです。いい機動戦エクストラバースト、本日もやっていきたいと思います。今日から、バーストフェスですね。バーストフェス。名前が、暴乱の地消、暴乱の飛翔ガチャか、がスタートしました。ピックアップキャラは、リョフ、宝泉となっております。では見ていきましょう。はい、こちらこちら。いやー、3周年一発目は呂布でしたね。いやー、ついに3周年か。3周年って3年続いたってこと ?4 年目に入ったってことでいいのかな。そうだよね。2年じゃないもんね。3年経ったんだよね。いやー、なんだかんだ3年か。こんなに長い間やり続けると思わなかったな、最初。よく破産せずやってきたな。年々ね、確率下げられてね、本当にきつかったんだけど、さすがに今年はもうこれ以上下がんないのかな。最初だって 1.2% だったもんね、ピックアップキャラの確率。それが 1% になり、0.8% になりだもんね。なんか1年経つごとに下げられてた気がするけど、さすがに今年はもう下がらずといった感じですかね。そうだよね、確か 0.8% だった。そうそうそう。変わってないわ。はい。まあ、良かったですと。良かったのかよくわかんないけど。ビジュアルはどうだろう?結構無難な感じかな?まあ、でもバーストチェンジのキャラだから、そうか。あんまりバーストチェンジのキャラで攻めてるキャラ、今んとこいないもんね。まあ、無難にまとまってていいんじゃないでしょうか。バーストチェンジするとね、だいぶ露出増えるみたいですが、目にね、火もまとってるんで。目から火出てるキャラはもう強キャラの証なんでね。まあ3周年ということもあるんで間違いなく強いでしょうということで、じゃあ早速性能見ていきましょうか。暴乱の飛翔、呂布宝泉。風属性の武器が槍で中衛となっております。リーダースキルが黄昏の空。風属性同士の通常攻撃と攻撃回数が偶数のスキル EB のダメージ 18% 上昇。試合でマックスで、通常攻撃と攻撃回数偶数のスキル EB のダメージが 42% 上昇。通常スキル一つ目が独断上。180秒間自身に HP 継続回復を付与する、回復量は勝者の攻撃力の 5% となる。スキルレベル2で180秒間自身の回心率を 30% 上昇する。スキルレベル5で自身に修羅を10蓄積する。上限30。スキルレベル8で修羅が15に向上。増加 IP が150に向上となっております。二つ目。残影詩人。敵一体に威力 44% の風属性攻撃を4回行う。スキルレベル3で自身が次に使用するスキル、あ、違う、EB だけか。自身が次に使用する EB の威力を 1.5 倍にする。スキルレベル6、9で威力が 55%、66% に向上。CT が38秒、25秒に短縮。3つ目。雲散無傷。敵一体に威力 60% の風属性攻撃を2回行う。追加効果、自身に修羅を一つ蓄積する。上限30。スキルレベル4で回心発生時威力が 1.3 倍になる。スキルレベル7、10で威力が 75%、90%。増加 IP が22、30に向上。エクストラバーストは2つ持ち。1つ目が、福間天地狂乱。この EB の使用回数は EB の使用以外の方法で増加しない。すべての敵に威力 400% の風属性攻撃を2回行う。追加効果、180秒間自身の行動間隔を 30% 短縮する。180秒間自身に SP 継続回復状態を付与する。回復量は勝者の攻撃力の 2% となる。バーストチェンジする。2回目以降、EB が福間クオン国戦に変化する。すべての敵に威力 600% の風属性攻撃を4回行う。3回目以降 CT が100になる。2回目使用時点で CT が適用される。2つ目。悪逆無道。修羅と風の紋章を合計30消費する。修
すべての敵に威力 300% の加速性攻撃を2回行う、追加効果、パーティーの EB の CT を20秒進行する。さらに、自身の EB の CT を10秒進行する、EB の CT を進行する効果を持つ EB を除く EP プラス300となっております。はい、なんか漢字難しいし長くて疲れたんですが、じゃリーダースキルから、うん、てかコスト40初ですね。はい、ついにコスト40キャラが実装されましたということで、リーダースキルもね、かなり強力なものになってますね。家族性家族性投資の水量攻撃と攻撃活数が偶数のスキル指のダメージが最大 42% なんで、うん、まあ同じようなリーダースキル持っているキャラの中では、まあ一番パーセンテージの高いリーダースキルですね。あれ？石橋を叩いて渡る。同じようなのって、孫作とか、同じバーストチェンジの孫作とか C さんだよね。孫作ってなんだっけ？通常攻撃入ってたっけ？あ、入ってるか。なんか白に出てるけど。で、パーセンテージが 36% だから、8% 高いのか。本作に比べて。うんうん。C さんは？あ、C さんも一緒だね。うん。うん。まあ、だから、過去に出たバーストチェンジのキャラと結構性能が似てるのかな。本作とか C さんと。今回の、兵力はそれの数属性バージョンって感じですかね。まあ、ただコストも上限も上がってるんで、まあ、ちょっと色がついてるというか、性能もちょっとアップしてますね。はい。うん、で、じゃあ通常スキルを見ていこうか。通常スキルが一つ目が、HP 継続回復と、スキルレベル2から回心率アップもつくと。180秒なんで、まあ、ダメなんでも最後まで、効果は持続すると。いった感じですね。で、力の場合は、スキルレベル2から回心アップか。素の状態で 40% も回心あるんで、このキャラ。だからもうそれだけで 70% なんですよね。うん、武器の回心なくても。で、多分武器も、回心全振りなんじゃないかな。まあ、通常攻撃もね、結構殴る、あ、違う、スキル。じゃあ連撃ないんだ。武器も多分、マックスまで上げたら回心 30% になると思うから、それだけで 100% 超えちゃう、超えるというか、まあ、100% に届いちゃうと。いった感じなんで。うん。まあ、だから、そうだな。特にスクワットとかで使う場合は、もう超回心も狙っていきたい性能かなって感じですかね。はい。で、さらにスキルレベル上がると、シュラっていうのを蓄積してって、まあ、それがね、ある一定数まで溜まると、まあ、後で説明しますけど、EB、2個目の EB ですね。の発動条件になってると。30個だったかな ?EB レベル1で。うん。で、30個貯めて、2つ目の EB 打ってくださいって感じですね。はい。で、2個目が、攻撃プラススキルレベル3から 1.5 倍バフつきますね。ありがたいのが、EB の威力なんで、スキルが入ってないんで、うん、3つ目のスキルのね、分散無償を使っても、1.5 倍バフは消えないので、まあ、使いやすいですね。はい。で、さらにスキルレベル上げると CT 短縮されますと。で、三つ目のスキルが、CT0 の攻撃スキルと。で、ここでさらに、シュラを貯めることができるんで、運算無償連発して、まあ、シュラを貯めて、二個目の EB につなげましょうといった感じですね。はい。で、EB の性能が、じゃあ二個目の方から見ていくか。で、二個目の EB が悪逆無動で、これがね、シュラ、もしくは風の紋章を30個貯めると使える EB ですと。威力は 300%×2 なんで、まあそんな強くないんですが、追加効果がかなり強力で、パーティーの EB の CT を20秒進行すると。で、さらに自身の EB も10秒進行するんで、合計30秒進行することができると。AP プラス300もついてるんで、燃費もいいと。うん。まあ、なので、まあ味方がね、とりあえず EB 使った後に使う方がいいかなと。まあ、てか、使った後じゃないと、この追加効果の恩恵受けられないんでね。C さんだけで言うなら、C さんじゃない、間違えた。呂布だけで言うなら、このね、2回 EB。1個目の EB を2回使った後に、この2つ目の EB を使う。
ていう、まあ、流れになるかなといった感じですかね。はい。で、1個目の EB って何じゃいってなると、まあ、だからさっきちらっと見た光属性の孫作とか闇属性の C さんと、まあ、似たような性能ですね。1回目の EB 使用時は、まあ、CT 発生しないと0秒で撃てますよって感じですね。で、1回目使うと、まあ、ダメージちょこっとと、あと180秒間の自身の行動間隔 30% 短縮がついてくると。で、さらに SP 回復もついてきますと。いった感じですね。はい。で、1回使うと2回目の EB も使えるようになって、2回目の EB がかなり強力ですね。EB レベル1の状態でも 600×4 で 2400% と。で、これ EB レベル上がると、4×8 で 3200% になるんで、かなり強力ですね。はい。で、1個目の EB と合わせると、1個目が 600×2 で1200なんで、いつ ?4400% かな、合計。になりますと。で、この威力はもう、EB 一撃型のね、ちょっと前に出た、エスネかな、エスネとほぼ同じパーセンテージなんで、うん。だからもうスクワタでも全然使える性能になってると。いった感じですね。ただ威力自体は過去に出たバーストチェンジの孫作とか、ケイさんとかと一緒なんで、まあ、その2キャラと比較すると、まあ、今回のね、旅風の方が火力優れてるってことはないんですが、まあ現役でね、まだ孫作もね、シーさんも、バーターでね、メインパーティー張れる火力になってるんで、まあ当然、風属性で、この性能はね、初めてなんで、まあ旅風もメインパーティー。うん。を張れる性能になってますと。した感じですかね。はい。そんなとこかな?うん。一応全部見たかな?はい。まあ、この性能になってますと。はい。まあ、コストがね、ついに最大40のキャラが来たということで、まあ、強いのは強いですね。うん。まあ、ただ、スコアタで使うことだけで見たら、まあ、そうだな。まあ、既存のキャラで言うと、まあ、義経でも大体できなくはないかな。ね、条件付きかな。属性縛りがなければ、義経も全然戦える。うん、属性縛りされちゃうと、ちょっと、義経では今回の旅に勝てないかなと。まあ、なんでかっていうと、義経で 1.5 倍バフとか2倍の覚醒バフがないんですよね。その分どうしても今回はね、死力は自前で持ってるんで、そこでダメージに差がついちゃうかなと。で、風属性で覚醒バフ持ってるのが、まあいないことはないんですけど、浮き図とか持ってるんですけど、まあただ EB も消費しちゃうんで、水属性のケイちゃんとか闇属性の弁慶みたいに EB プラスしつつ2倍バフをつけるみたいなキャラが風属性はまだいないので、そう。だから風、結構スコアタって属性縛りされること多いんで、風属性縛られちゃうと、この中衛にね、覚醒バフつけれるキャラがいないんで、そうなると、義経ってちょっと辛いんですよね。うん。まあ、その点今回の旅風は、自前でね、1.5 倍バフ持ってるんで、まあ、そこの汎用性の差でちょっと旅風に分があるかなと。まあ、後で見ますけど、今週はね、属性縛りなくて、まあ、ボス水属性なんで、そういった条件であれば、他属性のね、から引っ張ってこれるんで、ケイちゃんとか、ペンキを。まあそういう状況であれば、全然、義経でも戦えるんですけど、EB のね、威力の倍率もほぼ C さんと、あ、C さんじゃないや。まあまあ C さんでもいいんだけど、まあ、今回の旅とね、変わらないので、まあやれるんですけど、まあ汎用性の面もね、考慮すると、まあ、やはり今回の旅に分があるのかなと。あとは言っても EB レベルどうやって上げるんだろう ?SSR 同士の極意で上げられるのかな、ちょっとそこ、まだ、選べてないんでちょっとわかんないですけど、また新たなアイテムってなってくると EB レベル上げるのはね、かなり大変になると思うので、まあ単純比較はちょっと難しいかな。コストがね、変わるとね、コスト、やっぱ育成コストに差が出ちゃうんでね。なかなか単純比較は難しいんですが、まあ、性能だけで見ると、うん。まあ、既存のキャラと比較したら、ま、数属性の中では当然、まあ、最高性能かなと言える
っていうのをやってますね。で、ダメランでも、むしろダメラン、なんだろう。結構性能的には、光の、孫作とか、闇の C さんと似てるんですけど、その二人と決定的に違うのが、ダメラン性能ですね。ダメランで使った時の性能が、今回のリュフは圧倒的に高い。まあ、高くしてるのが、この2個目の EB ですね。うん。この EB のおかげで、EB がすごい回るし、さらにパーティーもね、相乗効果得られるので、非常に強力ですと。うん。まあ、だから、スコーターの性能だけで比較したら、C さんとか、リュフじゃないよ、孫作とかと比べて、そこまでというか、まあ、威力自体は、倍率は一緒なんで、うん。別に変わらないんですが、まあ、素の攻撃力とかも比較したら、まあ、ちょっとは強いかもしれないですけど、まあ、そんなに変わらないんですけど、ダメランで使った時の性能差がかなり大きいですね。うん。まあ、だから、そうだな。既存のバーストチェンジのキャラの孫作とか C さんを、より汎用性を高くした感じ。うん、高いレベルでね。した感じが今回の力の性能かなって印象ですね。はい。まあ、だからどっちメインで使うにしろ、もう取らない理由はないかなと。うん。まあ、3周年一発目だし、まあ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 。まあ強い性能で実装されましたね。はい。まあ、なので、全然取りに行って効果はないかなと思いますね。はい。なので、どうしようか。もう早速回していこうか。うん。で、同時に出るのが、アイドル旅夫と、仕様と、馬食と。うん。この中だと僕、馬食は持ってないんで、そう、だからスキップ出なくてもまだ確定はしないですね。旅夫と仕様は持ってるけど。そう。まあ、だから、馬食の 0.5% を先に行くか、旅夫の 0.8% を先に引けるか。の戦いですね。はい。で、バーストフェスのキャラなんで、チートガチャもないんで、お気合でね、0.8% を自力で引くしかないと。はい。まあ、バーストフェスのガチャはね、まあ、基本沼ることが多いんですが、まあ、流玉はね、温存してきた甲斐もあって、天井分確保してるんで、まあ、あとはね、いくら流玉残せるかの勝負ですね。なんとか3万消費だけは回避したい。はい。では、やっていきましょうか。うん。もう見るんないよね。はい。やっていきましょう。さあ、何回で出るか。3周年、一発目、ガチャ、やっていきたいと思います。では、1回目、ゴー!おい!まあ、まずは、スキップを出さないとこからですね。うん。そこから 0.5% 対 0.8% 戦いなんで。まずはスキップ出さないとこから。どうだ?SSR 期待出ないと。じゃあ、2回目。おう。人事を尽くして。とりあえず、オッケー!とりあえず、さすがに引いた。さあ、どうだ、スキップ!うん。まあ、おまけの方もね、今回は別にいらないんで、特に。うん。正直。今回のピックアップの旅費以外はいらないですね。孫作全然関係ないと。はい。じゃあ、3回目、ゴー。よいしょ。とりあえず SSR 行こうか。人事を尽くして天命を待つ。あれ、あ、くそ。あ、オッケーオッケー。デブラ、デブラ出た。どうだ、ケイ。くそ。はい。まあ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 、まだまだまだ。30連ぐらいならまだまだですよ。正直100連以内に出たらもう全然 OK。さあ、40連目。ゴー!人事を尽くして天命を待つ。白?オッケー。引くは引けた。どうだ?オッケー!第一関門突破。しかも2個もある。
さあどうだ、どっち引いた。ここで引けたらマジで勝ちだぞ。頼む、馬食はやめて。どっちだ。これが本気の証って。あ、びっくりした。こっちね。はは、はいはいはい。 0.5% はまあ引いたけど、お願い。よっ、6だよね。よっ、さあすり抜けなかった。ありがとう。これが本気の証ってわけ。よし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 、全然早い。え、40連楽しめそうね。40連は素晴らしい。いいね。しかも欲2枚抜きっていうね。まあできればピックアップの呂布がどっちも良かったけど、まあまあまあいいでしょう。やったー。や、正直天井覚悟してた。うん、40連なら全然よかった。4万流玉も残ってるよ。すごいすごい。はい。じゃあ、呂布ね、ちょっと、あれだっけ ?EV レベル上げられてからやってみようか。え、何のアイテム使うんだろう。新しいアイテムなのかな。それだと大変だよね。また集めるとこから始めないといけないから。風だよね。風の中央。呂布とか、はい。テトラバースト、EV とか。あー、やっぱ新しいのなんだ。何これ。え、見えない。どうやってもらえるんだろう。まあまあ、またイベント報酬とかでもらっていくんだろうけど。いやー、またコツコツ集めていかなきゃいけないのか。大変だなー。まあでもそうか。でもそうなると、義経の代わりになるのはもうちょっと先になるかな。さすがに EB レベル1じゃね。EB レベル上げてる義経っていうのは戦えないんだよ。義経どこまで上げたんだっけ。EB レベル。3か。3ねー。3か。そうだね。まあ、コツコツ上げていきましょうか。育てて。はい。じゃあ、ガチここまでで。前回のイベントとスコアと見て終わりましょうか。前回が久々に来た大統一祭ですね。ただ期間短すぎてもう全然やれなかった。正直もうとりあえず適当に組んで各コストごと一回流すだけで終わっちゃった。いやー、せめて週末挟んでくれないときちいっす。平日はね、ちょっとあんまりやる時間ないんですよね。で、まあ言い訳なんですけど、まあ、結果は53位でしたね。はい。まあ、全然振るわず。53位だと何位なんだ ?53 位は53位か。53位は何位なんだ、はい、何も考えてない。申し発言だった。なるほど。53位は、あ、53位はミッシュですらくれない。そうか、50位までしか乗らないのか。いや、なんかちょっと悲しいですね。はい。名前を、その名前見ることすらできませんでした。報酬は報酬は、31位から200位か。だからまあ、流玉400と、まあこの、なんか、勲章、金の勲章もらえます。ということで。まあまあまあ、報酬的にはほぼ、1位から差はないかなと。1位から30位。流玉100と違うだけなんで。うん、まあまあまあ、いいでしょう。200以内入れたんで OK としましょう。はい。鉄は熱いうちに掴んだら大やけど。え、あとスコアタか。スコアタ、今週が水。これはもう行ったか。前回月曜日だったもんね、確か。まあ、ただまだ、やってはなかったんで、はい。まあ、やりましたと。で、属性の縛りはないんで、うん。まあ、結構やりやすかったというか、義経をね、活躍させることができるんで、よかったですね。まあ、さっきも言いましたけど、義経属性縛りだとね、覚醒バフが義経につけられないんで、なかなかね、ダメージ残せないんですけど、まあ、今回みたいな属性縛りがないと、こうやってね、全員にケイちゃんを置いたりなんかして、2倍バフをね、つけられるんで、まあ、義経のダメージをかなり底上げすることができますね。で、さらに、公営にメナスやら、Cさんとかをね、置いて、義経のね、ダメージの底上げを図ってますと。
うん。まあ、そんな感じで、うん。ムスリの EB 一発で、まあ、コスがね、ほぼほぼ削ることができるんで、まあ、サブはね、それのフォローというか、まあ、ヒダメージ、敵のヒダメージとかさせたり、ケイちゃんでね、属性耐性低下させたり、数の。で、9秒ですかね。はい。意味の方は3秒。もうこれはもう別次元ですね。あれ、みんな義経、キャリーでやってますね。はい。まあ、構成、多少僕とは違えど、まあまあまあ似たような感じ。はい。まあ、そんな感じで、普段はね、あの、風縛りされちゃうと、結構きつくて、前回も確か10位以内すら入れなかったと思うんですけど、うん、今回みたいに縛りがないと、まあ、覚醒バフつけてね、義経に活かせるんで、うん、まあ、そこそこやれる、やれてる感じですね。はい。まあ、そんな感じでしたと、思ったよりもハマなくてよかったですね。ただ、育成がね、また新しい、老師の極意切っちゃったんで、まあ、素材集めがまた大変ですね。で、気力もきっと、ガツガツ持ってかれると思うんで、本当に、今後出るキャラは、ガチャで取れたからといって即戦力にできないジレンマ抱えそうですね。結構どのキャラ育てるかは選んでいかないと、結構厳しいことになると。まあ、とはいえね、推しが来たら育てたいんで、最近ね、正月に転移実装されて以降まだ転移来てないんで、ちょっとそろそろね、来てほしいんですけど、どうだろう。あとバーストチェンジのね、変異も来てないんで。いやー、来てほしいですね、早めに。早めに。まあ、早くなくてもいいけど、なんだろうな。まあ、できれば、高性能なキャラで来てほしい。ってな感じですかね。まあ、ちょっと、旅風の育成はさすがに間に合わないんで、スコアタ、今週のね、スコアタで使うことはないと思いますが。まあ、コツコツ育てて、風属性ね、僕ちょっと弱っちいんで。早く主力としてね、使えるように育成していきたいと思います。はい。では今日はこの辺で終わりたいと思います。ではまた次回、バイ。